続き、本日2024年3月29日、12時38分、先ほどから、まあ、本日撮影した内容の続きなんですけども、まあ、先ほどは、まあ、指に傷が入った、内容を、撮影していましたが、やっぱり、加工様の件を、言った時の内容ですね、それだったら、老人男性との、デートだっていうことで、その日本伝統工芸展、こちらのものか、そのご鑑賞、被災作から気遣われるっていう内容のものなのか、なるほど展、まあ、こちらの方に関して複数の動画があって、私の祖母らしき人物が黒い服を着た、女性老人のバージョンと、あと男性老人のバージョンがあるんですけども、黒い服を着た眼鏡をかけた男性老人が今日、小川駅のイオンモールのところで、私の横を、通り過ぎながら失礼しますと言って頭を下げてるんですけども、それだったら淡井圭介に対して失礼をしますっていうことですよね。というよりも失礼なことをした後なんじゃないですか。自分が行くぐらいだったら、この人に行ってもらった方がっていうのは答えじゃないですか。それで加工様に会えるんですから。だから現場で、そのずっと僕 をその怒らせようとしてる動きがずっとあってね。で、その彼に会う会わないに関しても、例えば、精子を出した時に、その日会えないだったとするのであれば、それだったら精子を生産されなくなる薬を精神病院で飲ませていれば永遠に誰も会えないですよね。だこれは国が作ったルールであって、加工様は国側の人でしょ。だそのルールを否定するところから始めなきゃならないんじゃないですか。ちゃんと淡井圭介に電話をかけたりとか、行動を持ってですよ。口先だけではみんな何とでも言えますから。僕の家に直接来ないっていうことは、どちらが悪いかっていうところで考えてもらわなければならない。で、皮膚に関しても最近そこそこ寝てるんですけども、ずっと皮膚取られてる状態なんですよね。毛穴が開いている。ちゃんと、本当はね、ズーム合うはずなんですけども、その辺のところ本当のことがバレたらダメなのか、だから皮膚を誰が取っていたのかっていう話にもなるんですよ。そのテレビ出てる人間が過度に綺麗になってるっていう部分があって、まあ結婚発表した時も、眞子さまと小室圭さんだと、小室圭さんの方で眞子さまの顔を作ってた状態だと思うんですよね、映像を見る限りでは。で、これでもし結婚してくれなかったら、じゃあこれは何だったんだっていうことになるんですよ。これは加工様だけじゃないんですよ。今まで淡井圭介との結婚話をしてきた女性は、要するに淡井圭介を、被災者を、阪神淡路大震災の被災者を助けるっていう状況から始まってるのに、結局自分の顔作りだとかそういったことに利用していたっていうことになるんですよ。で、それは僕にちゃんと電話をかけたりしてこないで、僕、この近隣の人間か私の母親を利用していきなり家の中にいたりだとか、だからそれはもうやめましょうっていうことになったじゃないですか。ちゃんとしっかりと僕に電話をする。で、それで予定を立てる。で、なぜ、加工様の方は、発明展でしたっけ？発明展の方に関してもそうなんですけども、まあ、その他の内容に関しても、なぜ私を起用しなかったんでしょう、現場で。まあ、なるほど展もそうなんですけども、暮らしの発明品なるほど展に関してもそうですし、日本伝統工芸展。で、その内容を組んでいた内閣や宮内庁。内閣は組んでるんですか？まあ、天皇陛下の行事は内閣は組むんでしょうけども、他の皇室の人たちの行事までは私は知りません。
誰が予定を組まれているのか。宮内庁なんじゃないかなとは思ってるんですけども。で、そういった人たちが、その、もともとこの辺の住民の人間が、ああいうふうな、なるほど点とかに出てます。工芸点とか。それか、それを利用して、この辺に潜伏しに来たりしています。だから自分がもし同じことをされたらどうかなっていうことを、佳子さまがまず理解してもらって、あと他にも、もうこの近辺で、私に電話をかけないっていう方法でね、特に黒い服を着て出てくる人間だとか、髪の毛を染めてる人間だとか、完全に嫌がらせですから、私に対する。多分何か悪いことをしてるから黒い服着なかったら会えなかったりとか髪の毛染めなかったら気が済まない状態になってるんだと思いますよ。普通電話をかけたらしっかりと話し合いができる。予定を組んで会って。なぜこう気の重くなるようなことばかり毎日僕は言わなければならなかったり、指にこう、ね、先ほども撮影しましたけども、聞きず。今日のその動画アップロードする前に、ここなんですけどね。ぼやけてるでしょう。ピントは本当は合わなきゃおかしいんですよ。食器洗う前まで、朝食器を洗っていて、で、傷はなかったんです。僕は、正直に自分の感想を言いました。それだったら老人とのデートだって、老人男性と思って。今日の朝の撮影した内容ね、その病院、富永神経クリニックへ行く前の。で、それで指に切れ込みが入れられている。で、片や佳子様に関して、その僕との結婚を考えているのか考えていないのか、それはどれぐらいの、覚悟があるのかどうかっていう、部分、そのちゃんと自分から本当に結婚する気があるんだったら公表できると思うんですよ。だ無駄に時間をかけるのかかけないのか、それによって僕の人生がどうなってるのか、あと今日もね、精神病院のその富永神経クリニック科でね、診察終わった後に受付の人に、その、エネルギーの残存量問題は分かってますかっていうことと、結婚希望相手は佳子様に固定してますっていうことと、伝えていて、で、エネルギーの残存量問題の話をしたらね、早く合わせなあかんっていうことを受付の人間は言ってるんですけども、結婚問題で誰も動いてくれてないんですよ。その動くっていうのはその動作で動くとかじゃなくて、実質僕に電話をかけてきて事情を説明する人間のことを動いたっていう位置づけですよ。それ以外の人間はずっと僕の人生をその台無しにして、顔作りをしていたっていうことに、やっぱりもう押してしまった後だからそうなるんですよ。他者の顔を借りていたとしてもですよ。で、あとはまあ佳子様へのメッセージですけども、佳子様のその秋氏佳子の方の、インスタグラムで、その修学旅行か、もしくは誰か男性友達が泊まりに来ての、撮影ですかね。男性が、右手にいて、佳子様が真ん中にいて、左手に眞子様らしき人物。まあ、佳子様が10代の頃の、写真じゃないかなと思うんですけども、その隣にいる男性についてね、まあ、どういったご関係なのかっていうところで、あと、その、格闘技の勝ち負けについ
で、結局、その僕も世界戦限定です、基本的に。で、他の試合に関しては、私のところでは関与しないっていうような形にしておきたいんですけども、一度、心の声で、格闘技のね、その部分で手伝ってほしいみたいなことを考えたときに、ダメっていうことを佳子さまは言ってましたけども、それって、一人の人間に全て押し付けようとしてませんか？で、もともとの考え方でいくと、僕はスポーツ振興法もいらないし、徹底的に話を詰めていくと、格闘技っていうものもいらない方なんですね、もともとは。で、なぜボクシングというものや、その他格闘技があったかって言ったら、まず土台に最初にボクシングというものがあって、オリンピックで採用されていたから。なんかスポーツ振興法とかなくして、そういうふうなものをなくしていくと。柔道に関しても、今更、エネルギーの残存量問題を、目の前にあるこの状況下でね、世界中飛び回ってほどするべきことなのかっていうと、そうじゃない。そこは、多くの人が現実から逃げてるようにしか見えないんですよね。だから他の家泊まったりしてる、佳子様の状況とかも、逃げてるわけじゃないですか、はっきり言って、他のものも。当初最初の方の各自の、言い分とかを聞いたら、やっぱり仕事イコールお金なんですよね。で、お金がちらついていてそうなってる部分があるじゃないですか。そこに生活っていう言葉を置き換えて。だから仕事の絶対数とか本当のことが分かったときに、本当にしなければならないことなのか、エネルギーの残存量問題を加味した上で、だからその辺のところで、しっかりとした判断、早川 YK 助に会わなきゃならないっていう覚悟自体が佳子様にはないんだなっていうのが、残念ながら僕の答えですね。これだけ何年も経過して、2019年から時間経過して、直接僕の家に来ないっていうことは、覚悟はないっていうことだと思うんです。で、今年で30歳になられるわけじゃないですか。で、皇室から離脱されるのか、皇籍に残るのかわからない状況。で、誰もがほったらかしのこの状況で、岸田さんも65歳、今年で66歳、それぐらいじゃないですか。で、自分がある程度の年齢になった時に責任を持てる立場にあるかっていうと、ない。で、じゃあ、今の若い世代の人たちが自分でしっかりと考えて行動するしかないんですよ。先のご老人たちが決めてきたことで、物事が固定されたまま進んでいって崩壊してるわけですから。万博にしてもそうですよ。オリンピックに関しても。何のために学んで上の方行ったんですかっていうことになるんですよ。それはもう当時、例えば2006年の東京オリンピックの、東京都政、六法の方の、条例の方ですね。2006年に作られた法律ですから。その条例を消したのかどうか。世界中同じようなことしなきゃならない。どっかの国でオリンピック開くんだったら同じだっていう話にすり替えて、まだオリンピック側の人間、スポーツ側の人間とかが、無駄なお金を、と無駄なエネルギーの消耗の仕方をすると。いずれかそれがなくなるんですか、石油は。過去は悪いのは悪いとかいう男性の老人のその声が聞こえてきたんですけども、その老人が決めちゃダメなんですよ。家の横通り過ぎられたり、自分の横を通り過ぎられたりして、全く声をかけないで、電話もかけないで、少なくとも電話をかけてくれたっていう認識は僕にはありません。電話をかけた痕跡すらありません。
で、それで、被害者側の意見っていうものが全く優先されてない。そこなんですよ、問題は。残念ながら、佳子さんはもうすでに、はっきりさせないっていう行動を示すことによってね、加害者側になってしまってるんですよ、僕に対して。だから指の傷の入り方もそうですけども、そんなに淡井さんが大変なんだったらっていうことで、例えば、別に格闘技の試合の勝ち負けに手伝ってくれとは言わないですけども、ただそれはそれで、本当に僕のこと好きだったのかなっていうことになるんですよ。本当に好きで困ってるんだったら助けてあげようになるわけじゃないですか。本当に好きなんだったら家に行ってちゃんと早く話してあげようになるわけじゃないですか。それはこそっとこう急に家の中入ってきたりとか、あれはなしですよ。あらかじめ本人に僕に連絡をくれてなかったら当人で。他の人とか経由だと、他の人に言われたから来ましたとか、そういうことにできるから。特に10代の間とかだったら、まだ20歳になってないからだとか。その言い訳の理由なんかいくらでもできるような状況、言い訳ができなくなった時の状況の時こそ人間の真価が問われるのであって、そこでずっと巻き添えを食らっているその僕の人生って何なんでしょうね。同じような目に遭いたいですか？嫌だと思うんだったら、本当にかわいそうだと思うんだったら、僕の家に来れてます。そんなに人を挑発するような公務なんかしないと思いますよ。で、その他国の若手の議員と会って、だからどうなんだろうっていう話なんですよ。ブラジルの方でしょう。オリンピック開いたところですよ。安倍政権の時に、そこに、いろいろ関わったのも私もそうなんですけども、その若手の議員さんとか関わってどういうふうな話をしたかっていうことを一般人に対して全く公開がない。これはおかしいですよ。やっぱりこう見ていたら自分たちさえ良ければそれでいいっていうふうな形にしか見えないんですよ。しっかりとエネルギーの残存量問題に取り組みます。ちゃんと淡井さんにしっかりと会って話し合いしますと。だとか、電話自分から率先してかけますだとか、あんな公務全部ほったらかしにして、それだけの時間で僕に電話をかける時間はあったわけですから。自分で何かを決着つけなかったら何も決着つかないですよ。で、あともう本当に髪の毛染めてる人を着てほしくないですね。なぜ着てるのかわかんないですね。以上です。